おしゃべりの人から来たんですけど、トイレお願いしますって開けてくださいませ。で、入ってまた戻ってます。一番これが近い。それから次には、ここからずっと行きます。水産省前、その向こうが日本郵政なんです。その郵政は綺麗なトイレがある。だから、ちょっと1、2分かかりますけど、そこまで行くということで、この、ちょうど休憩時間になるトイレになります。はい、それで、ご夫婦は今日お話の中にいろいろ詩とか、それから今までのどういう人生を送ってきたかというのを全部ございます。ですので、特に歴史はいくらだと、撮ってるとどうしてもそっちに行ってしまうので、話をきちっと聞いて、そこを最適に質問して、最後によかったら、そう、きれいに。まあ、今日サインをしてください。そんな形で今日は40分ぐらい、ここにいてもまだ大丈夫です。今日はまあだんだん晴れてきますけどね。はい、そんなことさ、もう始まってるの？え、まだ始まってないんだけど、プログラムだけ今日の予定ね、プログラム。大島さん自身も喋るときにマイクを貸していただいて、プログラム始めます、ね、いいですか？はい、ではね、ようこそテントにお越しくださいました。なかなかテントに入るっていうのは勇気があると思います。でもこういう時だとそっと入れちゃって嬉しいですよね。はい、で今日はテントの千日という大切な節目の日にあたります。その話やテントの代表の正清さんからお話を最初にしていただくことになりましたので、話しで、今日まず最初にその取材のお話をしますね。で、今日は東京新聞の方と、それから、香港フェニックステレビの方がお見えになってます。で、普段は東京新聞の誰々ですってで終わっちゃうんですけど、今日はこういうアットホームな時なので、その方にも取材する方にも自己紹介をまずしていただいて、皆さんの気持ちをほぐしてやりたいと思います。では東京新聞の方と、それからフェニックスの方と、U プランの方はね、いつもテントにで取材してくださってるから分かるんですけど、じゃあお願いしますね。あ、すみません、東京新聞の加藤と言います。ちょっと急にマイク来たもんで正直びっくりしてるんですけれども簡単に私、2011年の3月11日から3年間原発の取材してまして、で、それまでほとんど原発ばっかりだったんですけれども、今度原発から外れまして、で、外れたんで今度、今までやっていなかった、それ反対される方の方もちょっと顔を出したいなと思い始めて、大変申し訳ありません。つい最近、その皆様のところを回るようになり始めて、まだ全然勉強で、今日はちょっと見せていただいて勉強できればなと思ってますので、で、よろしくお願いします。はい、ということです。東京新聞、それから香港フェニックステレビって、私のあ、どうぞどうぞ、はいはい、お話、あ、どうぞどうぞ、はい、お願いします。どうも、はじめまして、香港フェニックステレビの楠之瀬と申します。弊社は香港に本社を置きます衛星テレビ局で中国全土をカバーしているんですけれども、まあ、福島原発の問題というのは全世界、中国にもすごく注目されているニュースにして、その都度、先日ですと凍土壁だとか地下水の放出だとか、その都度のニュースはやっているんですけども、こういった市民の方の運動というのはなかなか取り上げることができなくて、2年前に一度ちょっとテントを取り上げさせていただいたんですけども、それ以降なかなか取り上げることができなくて、今回千日ということで、ぜひ皆様の活動を少し、訴えさせていただこうかなと思っています。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そういうこういう堅苦しいことでなくても大枠に行きましょう。では最初にテント3つあるんですけど、第一テントの代表の正清さんから お話をしていただきます。はい、どうもすみません、正清と言います。ちょっと変わった名前でますから、加藤清正の反対でしてね
正しい気合と書きます。でこれはあの決してあのペンネームじゃありませんので、実は私あの九州熊本の小宮の息子なんですけども、あの名人になってからあの名前をつけて、いいということで、なんかあのうちのひいじいさんがえらいあの加藤清正の不安だったらしくて、それで名前をひっくり返してつけたというのが私 の, あの名前の由来です。まあ、余計な話ですけど、あの実はご承知かと思いますが、あの3月の19日にあの事故があって、それから半年後に、ちょうど9月の11日にあのこの経済産業省をあの人間の鎖で、囲もうという話が出て、それでまあそれが実は確か2時から5時までだったと思うんですけども、その後もお前たちは帰るのかと、俺たちはたまり込むぞと、その当時日曜日だったもんですから、いや日曜日は人がいないから月曜日でもあの座り込んだらどうだと、例えばの話がという話をしましたら、たまたまあの上岡原発の、反対運動をやってらっしゃるあの青年たちも参加をするということで、なんとかして、とにかくここで我々の行動を起こそうではないかというのが、実は3日か4日ぐらい前からちょっと話が出ておりまして、私たまたま私はあのテントの代表でも何でもないんですけれども、まあ、運営委員ということになっておりますが、その中で私の名前で、実はあの経済産業省に、申し出をしたわけです。でそれはどういうことかというと、要するにこの場所大体90平米だと思いますけどね、この場所はちょうどあの国民に開かれた場所だから、いわゆる原発問題を自由に論議できる場所としてここを開放しろということを実は経済産業省に申し出をしたわけです。でそれがたまたまきっかけで私の名前が出て、それで、実はそれはとてもできないよというのが3週間ぐらい後だと思いましたけども、あの当時の経済大臣から正式な返事が来たわけですけれども、その時にはもうすでに、私たちはさっきちょっと申し上げましたが、5時に終わったらもうみんな帰っちゃうなんて私はできないということで、ここに実はたまたま私どもの仲間の方々がテントを借りてきたもんですから、よしじゃあここで建てようということで、確か15分で建てました。第一テントですね。それでまた私たちはそういうことで、それで原発問題についてのあの論議をする場所としてやるんだから、したがって、ここを使いますよという申し出をその時も してるわけですけれども、そういう経緯がこのテントを出発する一番最初です。でその時に、たまたま福島原発、それから浜岡原発ですか、それから北海道の泊原発の反対運動を続けてこられた女性の方が、実はたまたま当時の野田首相にニューヨークの国連総会に抗議に行くという帰り の実は記者会見をこの場所でやったんです。それが確か25日だと思います。それでその段階で、これはいい場所にできたと、私たち来月ここに来るよという話があって、これは来月来るならもう大変だと、なんとかそれまでは持たさなきゃいかんということで、私たち自身は、まあ、せいぜい1ヶ月かも2ヶ月もじゃあいい子だというぐらいのつもりでおったんですけれども、福島の女性たちが約70名ですかね、2台のバスでおいでになって、10月の25日だと思いましたけれども、27日か、それから3日間、実は女性だけ、ほとんど女性がです。で、座り込みをされたと。
それを聞いて今度は全国の原発反対運動をやってる方々が、私たちもやるぞということで、それからまた1週間あの場所を座り込むということで、一気に全国的な問題になっていたというのが実は事実上の結果です。私自身はさっきと申し上げましたけど、休場会見を、阻止するという、休場会見阻止の会というのが、60年以降、70年以降世代の人たちを中心に実はその前から作ってたんですけれども、そういうところが一応呼びかけで、10月の福島の女性たちが来るということで、いろんな団体に呼びかけて、そして、いろんな検討運営委員会というのを作りまして、これは私と一緒に訴えられている渕上君とが一応代表という形で、今日まで来ているというのが実情です。で、実はたまたまこの経済産業省の検討はできましたけれども、先ほど申し上げましたように、福島女性たちが来ると女性検討を作らないかんということで第2選挙、そしては俺たちも作るということで第3選挙もできたと。で、第3選挙は事実上物置になってますけれども、そういう形で第1選挙、第2選挙と第3選挙、それぞれ一応運営上は 別の形でそれぞれやっておりますから、この場所については女性選挙の実行委員会が中心でやっていただいている。それで実は12月になって、福島女性の代表の方がおりになって、私たちはとても私たちを男性からとても考えられないんですが、私たちは栃木といえば頑張るぞということになって、これは大変だぞというような経緯が実はありまして、去年おととし1年間頑張って、それでまたその後今日まで来てる。で、実は3月の去年の3月ですけれども、私とたまたま住所を出しました渕上君と、この2人が実は帰国になって、この場所は勝手に使ってるから来らんということで法務大臣から訴えられております。しかしすでにもう6回の後半が終わりまして、7回目が7月の14日ですね、16日ですね、東京地方裁判所で、決まるということに決まるというのがこれまでの経過です。で、その間いろんなことがありました。例えばこの場所で大行動が行われて、ご承知かと思いますが、鎌田聡さんが、学長さんが、それから支部人、それに島の島がなくて、釣り場 の中島哲也さんとかね、そういう方々が参加していただいて、ちょうど実は5月の5日の日に、いわゆる再稼働がストップするということがあって、それまで、私たちハンストしようと、リレーハンストしようというようなことが実は4月の17日から行われたんです。これは12年の話ですけどね。それでそんなことがいろいろありました。その間ご承知かと思いますが、右翼がどんどん来てくる。ですから右後ろもだとか減ったことも言ってましたけれども、結局彼らもいろんな動きありますけれども、外線と車持ってきてギャギャ言ってますが、実は降りてきて、我々に抗議するという形では必ずしもないと、1、2回やってありましたよね。そういう中でたまたま昨年ですか、ここに来ましたもんですから、この土地は裁判所でも預かってるんだ、だから裁判所に思えたと喧嘩を持ったと言ったから、それ以来あんまり来てないというのが実は正直なところです。その間いろんな人たちがいろんな形で文字通り一遍テントだけは見ようという方々も全国からお見えいただいているし、
それだけではなくて、実は1週間もした後、実は1週間というのは、テントができてから1週間後にはもうすでにオランダとかフランスの、あのメディアの参加というのか、あの参加者が来て、いろんな情報を聞かれています。そういう事情があって、このテントはたまたま、私が今作ったものではありますけれども、今や世界中といって大げさですが、あの原発問題を考えるあのための重要な役割をしているというふうに言っても過言ではないと思います。たまたま千日ということになりますけれども、千日から2年半ぐらいになりますよね。とてもじゃないが、よく頑張ったなとよく言われますけれども、実はあの千日もかかってまだ解決いてないと、原発問題が。そういうことについて私は心配しなくてはいけないというふうに思っています。で、幸いにしてと言いますか、あの不幸にしてと言いますか、あの原発はもうやめたらいいよという国民世論というのはもう7割以上は常に何回やっても変わらない。そういう状況の中で一番困っているのはあの財閥であり、そしてあの役人であるというふうに私は思っていますし、そして自民党公明党であるというふうに私は思っています。そういう意味では必ず長い目で見ればテントじゃなくてこの原発はやめることになるということを私は確信を持っています。でそれが早いか遅いかというつまりなるべく早くやめてほしいということがあの私どもの課題だというふうに思っています。もう一つこのテントが実はなぜこんなに持ったかということをぜひちょっと考えていただきたいんですけれども、実はあのここが農林水産省、それからそこが外務省、それからこっちが財務省です。でその向こう側が文科省です。まあそういうそのところに勤めている方々、その方々は実はあの幹部の方は別として一般の人たちがよう頑張ってるねというふうに考えておられる、絶対表に出てきます。しかしそういう人たちがいらっしゃるからこそこのテントは持ってるんだということも考えなくてはいけないというふうに考えております。まあたまたまそういうことで先日を迎えましたけれども、これからさらになるべく早く原発をやめするという戦いをどこまでどういう形で運用できるかということが私どもの重要な課題だというふうに考えております。まあ余計なお話になりましたが、大体そういう考えでおりますので、今後ともちょっと皆さんのご協力をお願いしたいと思います。でもう一つだけ伝えておきますと、この原発問題で一番戦ってもらっているのは女性です。男たちはね、もう危ないんですよ。下手するとね、自分たちの立場があると。とか女性はね、ダメなものはダメというふうにやっぱり言っていただくということが非常に重要だというふうに思ってますし、このテントでも従って女性の方々がなるべく前面に立って戦っていくという戦いを進めています。私たちは縁の下の力持ちということを言いますので、そういう意味でも今後ともよろしくお願いしたいと思います。ということでテントのことよく分かりましたよね。はい、ではお待たせしました。小島力さんをご紹介します。実はですね、小島さんとそもそも小島さんを知るきっかけは隣にいる坂口美香さんという方がここからちょうどテントから首相官邸前に行くちょうどまっすぐの道の真ん中辺でいつも金曜日の日に歌を歌ってるんですね。で、ある時テントにいらして、で、お父さんの詩集をご紹介くださいました。それが今日やることになったきっかけといえばそういうご縁が取れない。で、そうこう、まあほとんど今回のお話を進めるにあたってはもう美香さんと連絡を取りまして、そうしたところ実は母が、昔村会議員をしておって、話は母の方がうまいんですよなんて言ったら、じゃあぜひぜひお話ししてください
全然こだわりませんからっていうことで、はい、一つそういうきっかけが今回出しました。で最初ね5分でいらしてほしいって言ったのは、せっかくこういう形で避難という形で家族が東京にまあお子さんたちが全部東京にいらっしゃるということで家族こちらに来たんですけど、一人ね皆さんこっち来てるのに一人お家にね置いとくのは寂しいだろうなと思って、まあそれも押し付けはしちゃいけないなと思って、よかったらぜひご参加くださいっていうことで今日来ていただいて大変良かったと思います。そんなことで始めますね。では小島力さんのお話をこれからして、今何時だろう、約1時間お話ししていただきますね。お話と詩の朗読、今日はご本人から詩のね朗読をしていただくっていうのは大変貴重な体験だと思いますので、ではよろしくお願いいたします。こんにちは、福島から原発事故で、東京に避難をしてきて、今武蔵野市の都営アパートに入居をしています。小島と言います。今回はちょうど千日という節目にお呼びいただいて、大変光栄に思っております。これからいろいろおしゃべりを利用したり朗読をしたり、少しの時間お付き合いいただきたいと思います。よろしく一つお願いします。まず最初に詩の朗読を一つやりたいと思います。帰れない朝、武蔵野市都営アパートで、まだ冷めやらぬ筒の中で、今朝伸び始めたじゃがいもの芽に霜よけの土寄せをしようか、人どんに朝露を浴びた鞘遠藤の緑を積もうかと、もしかしたらもう帰れないかもしれない福島の日常をまさむっている。次第に目覚めていく近くが仮の住まいの支給された布団の感触を伝えているのに、日々遠のいてゆく福島の朝をまだ手探りしている。都営住宅のベランダに立てば、団地の空は今日も薄日の高曇り、新緑のイチョウ並木の梢を越えて遠い潮騒のような都会の朝の騒音が伝わってくるので、まだ住み慣れない町の暮らしが早すぎる秒針みたいに進み始める。阿武隈の山ひだにへばりついた村々や原発の足元にうずくまる町々が、ワイパーで水滴をはじき飛ばすようにたった一晩でリセットされた日、目にも見えない恐怖に追われた避難先たらい回しのあんやの記憶だから、もう決して帰れないかもしれない福島の朝は、草木にも道にも田んぼにもふるさとの風物のすべてにセシウムや硫黄素が霜のようにびっしりと凍りつき、放射能という醜悪な武力で占拠され蹂躙されたふるさとで、はい、今最後に言いました、占拠され蹂躙されたふるさと、福島県葛尾村は原発からおよそ直線で30キロ前後のところにある村です。しかし何度か新聞雑誌等に
載った内容でも分かると思いますが、原発爆発で北西方向に伸びたあの放射能のあの下のような、なんて言いますか、伸びた図面がありますね。その赤いのか赤い部分が一番濃いところなんですが、その次の白い部分に該当するいわゆるあの下の南側が私たちの住んでいた村です。見事に原発に占拠されて全村避難で、まだ村には誰も帰れません。村の多くの人々は同じ福島県の三春町に仮設団地が10カ所ぐらいにわたってあちこちに作られておりまして、そこにほとんどの人が住んでいます。私のように、まあ私は子どもたちが東京に全部住んでいるんで、東京の方に、まあ、連れてこられたというのが実態であります。その桂尾村が一体、いつになったら私たちの村が私たちの村としてこの手に帰ってくるのかといったら、3年経ってもまだ見えません。私たちは実は集団、先ほど解放をお回ししたと思うんですが、集団申し立て、原発事故賠償の集団申し立て推進会というのを作って、そしてそれによって、今活動をしています。でこれは原発事故の賠償というのは、すごさの中身を分析をすれば大変な内容なんです。というのは政府と東京電力というのは常に一体ですから、そうするとその政府と東京電力が一体となったのに対し、被災者は一個人でこれに対応しないといけないという仕組みになって、大企業と政府が手を組んでいるのに被災者一個人で何ができるんですか。私たちはこれは屈辱的な関係だというふうに思っています。ですからそういう意味では東京電力側は、なんていうんですか、もうこんな分厚いこの請求書や解説書を送っておくして、それに書いて出しなさい。東京電力は加害者だね。加害者から渡された加害者に作った枠の中で賠償を請求するという、そんな姿の賠償でも何でもない。これはもうまさにお目のみ金でしかない、私は思います。ですからそういうものには絶対乗らない。したがって私たちが今進めているのは、せめて公的機関である、損害賠償紛争解決センターに、集団で、申し立てをしようということで、今それを進めております。でその人たちが今考えている、一番重要な問題というのは何か。すでに今年の4月にも1日から宮古寺地区が避難指示解除になります。宮古寺地区だと桂尾の隣ですから、私たちの村から、それは飯舘の方に流れるあの関係から言えば、それはずっと桂尾よりも少ないかもしれませんが、それでも場所によっては原発から直線で18キロ離れた農家で空間線量が 3.1 マイクロシーベルトあるというの事実もあるわけです。そういうところが含んでいるのにもかかわらず、宮古寺は解除されてしまう。解除したって帰れないところに帰るわけにいかない。若い人や子供を持った人は帰りません。帰らなくてもいいですよという居住権の自由はあるわけです。その代わり1年後に賠償を打ち切るんですよ。これが政府東京電力の本音なんですね。私たちもだからいつそうなるかわからない。じゃあどのようになってるのかと言いますと、そこの解放にもちょっと載せておきましたが、実測調査をやりました。村全体の総平均が 0.67 マイクロシーベルトから 0.97 マイクロシーベルト、数字少し違ったかな、いずれにしても平均、村平均でそのくらいあります。これは政府が除染の目安にしている
いわゆる年間1ミリシーブル、マイルにすると 0.23 マイクロシーブルとのおよそ3倍から4倍なんです。でここに今年1年あの避難指示は延期されましたから、来年4月どうなるか、このままの状態で果たして、解除を言ってくれるのかどうかということが問題ですから、私たちは今からこう証拠を揃えて、解除のできる条件ではないですよと、帰って住んで暮らせるような条件じゃないですよということを立証しようとして今一生懸命手伝っています。まあそんなことで、私たちの運動というのが進められているということをお話をしたところで、それじゃあ今活動村が置かれている状況を少しその情景を読んでみたいと思います。1年4ヶ月目の一時帰宅から、草ぼうぼう草ぼうぼう田畑ぼうぼう村一つ荒れ果ててぼうぼう、2年前トウモロコシ畑を風が渡り、大根の畑に朝露が鈴なりのその畑に、ささやかな豊かさに満ちたその山畑に、草ぼうぼう野道ぼうぼう北風が絡み合ってぼうぼう、行く年月牛を引き幸運気行き来し、何千回何万回の足跡を記したその道に、暮らしの汗滴り地に染みたそのあぜ道に、草ぼうぼう我が家ぼうぼう軒先を埋め尽くしてぼうぼう、かつての昔子たち孫たちの感性跳ね返り、バーベキューの焚き火燃え盛ったその庭に、生きて暮らした思い出消えやらぬその庭先に、草ぼうぼうふるさとぼうぼう我が涙ぼうぼう、草ぼうぼう何もかもぼうぼう、悔し涙ぼうぼう、ちょっと聞いただけでは分からないと思いますが、草ぼうぼうというのは普通草冠に三寸の棒ですね、それからふるさとぼうぼうの棒は棒質の棒、なくすという棒、それから我が涙ぼうぼうのぼうぼうは、涙が棒だとして流れるというふうな時に使う棒だの棒を2つ重ねて使ってます。これはもともとある言葉ではなくて、この単数のための造語ではありました。同じ1年4ヶ月目の一時帰宅から、カシ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 、真っ暗な真っ暗闇の闇の底からかすかな音が部屋中に響くのである。カシ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 、小一時間も前に目覚めた時からその音は途切れもなく続くのである。カシ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 、目覚めてすぐに電灯をつけて物音の正体を確かめたのである。カシ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 、鶏卵ほどの大きさもない幼く小さな子ネズミである。2ヶ月ぶりの一時帰宅で畳一面真っ黒に散乱するおびただしいネズミの糞に腹を立て、ネズミ捕りを仕掛けたのである。横腹を粘着剤に捕らえられたネズミはわずかにはみ出した下肢のつま先で厚紙の端を引っかくのである。ネズミよネズミ、お前は今のところ痛くも痒くもない、その上
直ちに健康に影響はない。だが俺はお前を助けようとは決して思わない。ましてや現金や賠償を支払う気もない。お前がしきりにもがく音をまんじりともせず聞いているのである。カシ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 、仮設の小屋に閉じ込められて身動きならないこの俺がお前に哀れみをかける愚かさを S 笑いの横目で伺っているやつが暗闇の向こうに必ずいるのだから。カシ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 。じゃあ少しお話をさせていただきます。特にこう一生懸命原発を戦っている人たちにとって反原発を戦っている人たちに非常にこうなんとか悔しいことかもしれませんけれども、よく今マスコミをはじめとしてあらゆる場所で風化するということもよく言われます。風化って何でしょう。私は風化というのは風化をさせたいやつが風化をさせるために風化風化とお騒ぎをするというふうに捉えればいいのではないかというふうに私は思っています。日にちが過ぎれば関心が薄れるなんていうのは当たり前ですね。人間の気持ちとしてはそうなるのは当たり前で、それで忘れてしまっていいものだったらそれで忘れてしまっていいほど、ところが忘れてしまってはいけないような重大な問題をなぜそれが忘れられないかといえば次々に問題を起こしてくるからなんですね。いや例えば先ほども申し上げました除染をしたって1世帯あたり1億円以上もかけて、笠原村470世帯ですからそれに対して600億もかけて除染をして、それでわずか 10% や 20% 放射能が減ったからといって帰っていけるはずがないわけですから、そういうことなんかは誰も報道もしなければ問題にもしない。それこそ原発が収束しないで氷の壁を作るとか作らないとか言いながら、実際はそれでもまだ今まで太平洋に流し続けている事実を、おそらく外国から大変な船がそのうち来るだろうとは思いますけれども、日本の中では誰もそれを問題にしないで新聞の中にだってたまに小さく出るみたいなことになっているということは、つまり次々と起きてくる重大問題を差し止めておくのは誰ですかということですね。差し止めておいて、そして皆さんの関心を薄れさせておいて風化風化というふうに騒ぎ立てるんだ、私はそのように思います。ですからそれはおいしんぼの問題だと同じですね。表現の自由とは一体何か。表現の自由なんてのは私たちがはめられた枠ではないわけです。権力を握る方の側が権力を持って表現を規制したり差し止めしたりしてはならないということであります。だとするならば一体何でしょう。福島県というのは福島県知事は地方自治体の長である、一定の権力が握っている人です。その人が先頭になってまず大石坊に文句をつける、そして、そのことを今度は安倍総理がわざわざ福島に乗り込んで背中叩いて応援をして、政府としても何らかの方法を考えます、こういう約束をしてくる権力を握っている人たちがどんどん表面の自由を圧殺しようとして今かかっているというのが、私は大石坊の問題だろうというふうに思っています。ですから私はこんなのに負けてはならない。しかし負けてはならないと言っても日本にいる皆さんはそう思っているかもしれませんが、ね、原発が収束もしないのに避難した人がまだふるさとに帰ることもできないのに、なんでオリンピックなんだってみんな思ってると思います。ところが
それ言う人誰もいないの。新聞はもちろん、テレビはもちろん、オリンピック歓迎ムードはあっても、オリンピック批判はない。なかなかそういうふうに、例えば東京新聞の当初欄なんかもね、こちらにこつりと出てきたりもします。でもそれは、ごくわずかな国民の声であって、相対的にオリンピックを批判する声なんていうのは出てこない。にもかかわらず、オリンピックが開ける状態じゃないことは明らかなんです。これだけが明らかなんです。どうですか。なぜ皆さん言えなくなっちゃってるんですか。それは言えないように仕組まれてしまってる、それに従わされてしまってるという日本の国民の今の現状の姿だと思うんですね。ブラジルであれだけサッカーの世界に何て言うんですか、大会をやってはならん、それよりも俺たちの生活が大切だってあれだけ必死に戦えるっていうのは、私はブラジルの方がよっぽど民主主義国だと思います。日本はもうもはや民主主義国ではないんだというふうに思わざるを得ないほど、そう断定してはいけませんけれども、本来民主主義であるべき日本がすでに民主主義ではなくなった。安倍政権というのは秘密保護法や、それから解釈改憲というばかりではなくて、そういう面ですでにもう何て言いますか、解釈改憲も秘密保護も平気で通るような社会にもう形作ってきているということを言わざるを得ないという気がします。その中の日本で、せめて民主主義が旗を掲げているのは、このテントと金曜日行動だけではないのかなという気がしています。それでは、まだ原発事故直後の、まだ関心が非常に強かった頃の詩を一つ読ませていただきます。5人のデモ隊。自分の意思を示すことが民主主義だと大江さんが言った。地球を守ろうと太郎さんが叫んだ。人の明治公園、色とりどりの旗やのぼりやゴム風船、こんな集会に初めて出てきた自分の意思で。集会が終わり次第帰っていいと娘が言った。参加者があんまり多すぎて出発時間が遅れそうだし、デモのコースも長いからと。年も年だし仕方がないか、残念だけどもうなずいた。助けは結局無駄になったか、心の隅でふと思った。100円ショップの障子紙を折って脱原発と大きく書いた。原発被災者の会と小さく書いた。昨夜一晩がかりで作ったたすきをバッグに入れたままで。被災者の会はたったの5人、駅に向かって歩き始めた。せっかく作ったたすきだからかけて歩こうと誰かが言った。そうだそうだとみんなが応じた。歩道の片隅で肩から下げた。自分の意思を示すことが民主主義だと大江さんが言った。一列になって駅まで2キロ、熟年5人がゆっくり歩いた。午後の日差しを背中に浴びてみんなの顔が晴れやかになった。後ろ姿が輝いて見えた。付け加えておきますが、これは事実です。事実、私は明治公園の場合時にはデモの方についてましたから、デモをやって帰ってから家内にこの話を聞いて、それをまとめたものです。で私はずっと若い時からもう40数年
原発反対運動を続けてきます。双葉地方の福島県の双葉地方では、最初は原発反対同盟なんていう名前、大御所の名前を付けられなくて、憲法を守る会という名前を、偽りの名称を付けて、そして原発反対同盟を始めた。そう、名称から偽らなきゃいけないほど、もうぎっちりと双葉は金と権力に押さえつけられていたんですね。それでも戦いを起こさなきゃいけない、そういうつもりで、必死に孤立しながら頑張ってきたのがこの43年間の戦いでした。私はその他に労働運動をやっていた時期、あるいは音楽運動をやっていた時期、いろんな時期があって、それぞれ常に忙しかったですね。ですからもう、その当時いつでも山に登りたいなっていう、そういう山への関心はあったんですが、なかなか行けない。で、退職をして初めて少し暇ができて、それじゃあ、山に登ってみようか。退職以降山登りを始めました。その山登りの時に作った詩を一つ読ませていただきます。読む前に少し話をしていきます。青森県の八甲田山系で山に登るというと、多くは八甲田大田岳とか、あるいは玉八岳だとか、有名な山がいっぱいあります。で、そういう山に登る玉八岳だったら、大体のところをロープウェイで登れるような簡単なところですから。しかし南八甲田になると大変な山深いところで、この南八甲田の猿倉温泉というところから登りつつ、半日テクテク歩いて、やっと彼方の空にこの山、いわゆる目的の九州岩が見えるという、そういう奥深い山ですが、その山を廃れた道に入るのです。旧軍用道路です。何のためにその道を作ったのか分かりません。その道を歩きながら感じたことをこれから読ませていただきます。廃道をたどる。昔この国に戦争があって、先制してた他国を犯し、降伏して自国を犯された愚かしくも悲しい戦争があった。かつて南八甲田の山奥に分け入り、軍用道路を切り開いた男たちは一体どのような戦を頭に思い描いたか。切迫する米軍の上陸を前に、山中深くゲリラの拠点を作ろうとでもしたのであろうか。山腹の原生林を鋭角にえぐり、なだらかに峠を越えて刻まれた道は、山陰の広大な樹海と湿原の起伏の中へ、一体どこまで続くはずだったか。戦争が終わって虚しく中断されたつわものどもが夢の跡。今私は猿倉の地から串上に道形だけしか残っていない荒廃した旧軍用道路をたどる。生い茂る灌木と根曲がりだけをかき分けて、いたずらに空飛された膨大な時間と労力が、落ち葉の下でひっそりと腐食する廃道を果てもなくたどり続ける。半日歩いてやっと彼方の空に姿を見せる串ヶ峰を目指して、その名も怪しげな地獄峠を越えると、赤焼きの衣装を身にまとった南八甲田のおおらかな山陽が開ける。秋の日差しに照り映えて、それはなんと明るい光景だったことか。いくつかの谷を渡り、大瀬谷城を大きく迂回すると、そこで旧軍用道路の道またはくっつりと途切れる。
かつてこの道を切り開き、やがて中東で放棄した人間ども、遠く十和田湖まで見はるかす広大な山野に虚しくついえて置き去りにされた彼らの意志は一体何であったろうか。昔この国に戦争があった。殺戮の道を他国に刻み、原爆の悲惨を自国にもたらした愚かしくも悲しい戦争があった。愚かしくも虚しい戦争があった。戦争があった。やろう、そこに刺繍が置いてあるんですが、この刺繍は3つの章からの、1つが原発事故以降に書いた詩、これが原発にふるさとを追われているという章に入っています。それから山に登った時期の山をテーマにした作品が間に1つあって、その後一番最後は全部30年前の作品です。で、30年前私たちは本当に追い詰められたというのかね、もう原発反対同盟という形で活動をしたくても、その活動家を一人一人が親戚中寄ってたがって、あるいは役場当局が指示をして、村会議員や町会議員にこの何て言うのか、テコ色させて、そして切り崩して、もう双葉軍全体集まったって、せいぜい15名か20名ぐらいの活動家しかいなくなってしまうほど追い詰められた時期もあります。その時にもう悔しくて、こんなまた待っているわけにはいかない、じゃあ一体どうしたらいいのかという議論になりました。そして出た結論が、事実を知ることだということを、私たちは事実を知ることが何よりも私たちの力にもなるし、それを世間に訴えていくことができるじゃないかということで、長年2年から3年の間かかって、原発労働者の実態調査をしました。一軒一軒うちに行って、そして一回行ったぐらいで話なんかしてくれるはずもないし、うちに入れてもくれませんね。しかし何回も通っているうちに、だんだんと口を開くようになってくる。真面目に一生懸命事実を調査をして、そしてそれ、病気の人があれば病気の人を助けたいんだという話がだんだんと広がっていって、ある程度の人からその調査を応じるようになりました。その調査が資料にしては、それぞれ行った人が一晩に5人か7人かぐらいです、出かけていくのは。そして帰ってきて集めた資料がこんなに、メモ帳が重なるほど、その2年3年近くの間にまとまりました。私はそれは一つは学術的な問題でもありますから、それは大阪大学の何て言いますか、教授の人たちを中心にして、それが原発の被爆労働実態という本になって、これは発行されました。で、もう一つは私がその詩の中から特徴的なものを拾って、そしてその実態というものを詩にして発表しよう。で、いろんなこう音楽再開とかなんとかそういうものが、その当時かなり30年には結構そういう文化的な活動も広まっていて、そしてそういうところで発表するために、一つの詩を書いたということになっています。で、そういう形で書いた詩を一つ二つ読ませていただきたいというふうに思います。原発問答。原発の話が聞きて、話もねしたって言われたのに、え、思ってくれるの？酎ハイ？なーに、ハイ抜きで結構。ケーキ？誰がケーキよって、こんな
赤ちょうちんにハイヒール剥がしたみたいなスナックで酒飲んでるかよ。大体俺たちは時間なんぼの日当と違って千両あたりなんぼの賃金だ。世間なんの景気なんざ通用しねえのよ。俺が初めてこの町に来たのは15年前だ。経験節の下請けで稼ぐことになって、手始めの仕事がツバメの巣作りよ。タービン建屋の隔壁作るのに油圧ポンプ車で生コンぶっ込むんだな。鉄骨の間とか角にやたらと隙間ができる。そのジャンカに後から生コンで団子作って手で詰め込むわけよ。鉄骨組み合わさってて満足に腕が入らねえ。そんな時はお前、手前の方だけ塞いでわっつら壁乗りしておくだけだ。核兵器なんつったってお前、つまりは頭の減った大根よ。そのうち建設の仕事が先細りになって、親方のお世話で定期に回ったんだが、初めてリアクター入って窯の中覗き込んだ時にはいくらこいだもんな。コバルトブルーのもっと濃いやつで、この世にあんな色は他にね。落ちたら肉も骨もグダグダにとろけっちまえそうに違いね。なんだか体ごと引きずり込まれそうな真っ青な水の色よ。それから、ああ、駿河にも行ったし、浜岡にも行った。事故？心配。などんなって。そりゃおめえヘリで運ばれてって、それっきり帰ってこねえやつもいれば、大小便垂れ流しで死んだやつもいる。頭割れそうだなんて一晩中くどいてて、明け方半端の針からワイヤーでぶら下がってたやつもいたさ。てめえのことを言えて、あれは一昨年の春先だったな。朝っぱら濃縮排気貯蔵タンクで事故だってんで地下に降りた。配管ぶっ裂けて床は水浸しよ。頭から廃液かぶってパイプ交換だ。アラームは満開するし、150近くの線量食った。表に出たら、頭痛はするし吐き気はするで、一日事務所でゴロゴロしてたんだが、明くる日になったら体中ブツブツの湿疹だ。していいわ注射打って薬出すだけで、事故の話なんざ点で聞き流すよ。片っ端から隣町にも行って、病院や町医者を当たったんだが、奴ら口を揃えて、ただの失神です。俺が医者回りをしているという噂が立つと、事務所の連中の目つきが変わってきた。下宿のおかみさんもよそしくなった。こいつらみんなグルだ。そう思ったらにわかにおっかなくなって、3ヶ月契約を半月でケツ割って逃げ帰ったものよ。そいつがなんでまた前戻った？俺は15年この方で出稼ぎやってんだ。盆正月に1週間等が帰る分にはちやほやお客さん扱いだが、半年1年ごろたらしては日にゃ、おめえこのうちに俺のいる席なんぞどこにもねえ。そいつがだんだん分かってきたな。子供4人とも学校終わって就職した。跡取り夫婦には孫できるばっかしよ。ジプシー？そんな気の利いたもんか。正真正銘原発無宿の流れ者よ。もしかしたら俺はリアクターの釜の中の真っ青な水に遠の昔に引きずり込まれていて、死ぬまでもがき続けているのか。それが本当の俺の姿なのかもしれねえな。違うか？え？おい、若いの。これはあまり、人前で読んだことのないのを一つ読んでみます。まだ、同じ30年前の作品で、
火災というのをやるんです。1985年8月31日午前6時42分東京電力福島第一原子力発電所1号機タービン建屋で火災発生。中央操作室の地絡警報器が作動し、火災警報器がけたまたましく鳴動。当直員が直ちに現場へ急行した。その時刻、町役場に広域消防署も朝の眠りの底に沈んでいた。東京電力からは何の連絡も発せられなかった。午前7時10分、駆けつけた職員3名が消火活動を開始。受電盤が焼き切れ、タービン建屋と事務本館が停電。火はさらに電源ケーブルを伝って燃え広がり、ほぼ1時間を経過して、まだ衰えを見せなかった。煙はタービン建屋に充満し、ケーブルダクトから外へ吹き出した。その頃、能面道路に通じるあぜ道を、六の国道交差点の歩道橋を、登校の子供が一列に並んで歩いていた。午前8時7分、119番通報。午前8時10分、船長に通報。火災発生から約1時間半後であった。浪江富岡両消防署から消防車15台が出動し、一号機周辺を固めたが、放射能管理区域に立ち入りができた。外部からダクトを外して注水。午前8時50分、出火から約2時間もようやく鎮火した。55年3月15日、発生火災、消防署通報なし。56年5月21日、発生火災、消防署通報なし。57年4月2日、2号機タービン建屋火災、消防署通報、5月12日。60年3月15日、5号機タービン建屋火災、消防署通報、4月2日、重火傷1名。双葉広域消防本部は東京電力に対し厳重に申し入れを行うと表明した。9月2日、県双葉大熊寮長などの関係機関立ち入り調査が実施された。しかし、あまりにも体質化した事故隠しが、通報遅延の根本要因である事実は決して暴かれはしない。しかも、出火原因は依然として不明のままである。そこで俺は中古のバイクにまたがってカンカン照りの野良道を行ったり来たり、住民は目も耳も塞がれている、事故が起きたって知らされるあてなんかねえと説いては、木陰にたむろしている笑いこける道路工事のおばちゃんたちに、車の下から不愛想な青もち顔で這い出しする修理工の若者に、牧草畑の真ん中で乾燥集めに大わらわのトラクターのおやじさんに、俺はしきりと憤懣をぶちまける。火災が起きたって通報は1時間半も後だ。原因だってまだ公表されちゃいない。すると、ハスまみれのひげ面をにやりと崩して日曜百姓のおやじは言ってのける。火事の原因だ、あはは、そんなものおめえ、火だべ。かくてまた原発は言えなくも安全である。ありがとうございます。私がこの詩を書いた最初の時にね、仲間集めて読んで聞かせたんですよ。でこうみんな聞いていました。最後まで聞いてました。シーンとして最後の下り読んで、あはははって笑ったのが一人だった。今日ここでも笑っていただけたら非常にありがたいと思います。笑いながらも背中の寒くなるような話だということをご理解いただければありがたいと思います。
それで、私がこういうふうに仲間内でこの読み聞かせたり、それからそれを発表したりするというのは、主にこの当時開かれていた歌声祭というとか音楽祭とか、そういうところで音楽と歌と合わせて、そして演奏して皆さんに聞かせるということをしていたんですね。で、そういう時にほとんどこの30年前の祭典って非常に長いんです。それは例えば15分なら15分間持ち時間ある中での詩の朗読ですから、長くても差し支えないんですね。で、そういうふうにして書いて、で、ただ非常に長い詩だから、またもう一回気軽に読もうかというふうにはならない。そうすると一回こっきりで終わってしまう。大抵はやっぱり構成室にくっつける詩というのは、どんなに一生懸命書いて作ったってやっぱり消耗品なんです。ところが、この一番最初にこれを発表したときに、1980年に発表した詩に原発した受け渡し、これが一番先になぜ出てくるかと言いますと、それ以前の消耗品というのはもうなくしてしまったり、まあいろいろしてしまったし、さほど人の印象に残るものはなかったのでしょうか。で、この原発下請け労働者という詩を、ある音楽祭で発表したところが、その場に来ておられた、多分取材だったんでしょう。当時〇〇懸垂金という書籍、これは減税金運動の、なんていうんですか、年間みたいな形で毎年1回出るんですよね。例えば80年だったら1980年の80を取って80減税金というような名称が出てます。で、これに担当師として載せさせてくれということを、ちょうどその音楽祭に来ていた編集者の大月さんという方から声をかけられました。で、それから以降、それを承諾した後は、また帰ってくれ、また帰ってくれということでもありましたので、以降、8年間にわたって書き続けた。非常に、こんな長い詩をね、よく行数無制限で、掲載してくれた18社という、その、出版社には非常に感謝をしているところです。だからこそ今に残っているわけですから、そうでなければ私もね、党の昔なくしてしまうという運命になったわけです。はい、そこで、その原発下請け労働者という詩を読ませていただきます。俺は左京の仕事参りのマイクロバスの座席にもたれ、ワンカップの2球酒を飲む。一日中放射能の真っ只中で働いてきた疲れを飲む。明日も明後日もそこで仕事にありつける限り、働き続けなければならない原発下請け労働者の悲哀を飲む。俺は酒を飲む。黙りこくって酒を飲む。今日もまた100ミリリムのメモリを20秒足らずで吹っ切った占領系の恐怖を飲む。痛くも熱くもこそばゆくもないのに、俺の体にこびりつき、俺の内臓や骨を変形させる物質が目には決して見えないという苛立たしさを飲む。今日も来ていた黒山のような見物人、あいつらいつも高い展望台から俺たちをアリのように見下ろし、原発の安全性についてうなずき合っている。檻の外からごわごわ虎を覗き込み、人間を襲わない猛獣の神話を信じ込む。あろうことか、その目つきの威厳と身のこなしのどう猛さを賛美さえもする。だが原発の恐ろしさは、吐き気と頭痛と止まらない鼻血の俺の体が一番よく知っている。俺たちは酒を飲む。
同じマイクロバスで借り集められた下請け妊婦は下請け妊婦同士、仕事帰りの一杯が結局2級のワンカップに落ち着いてしまう。同じ懐具合に気やすさを飲む。だが勝手の陽気さやケンプカッパやすはどこかに置き忘れ、他人の座席には決して踏み込まず、ただ黙々と酒を飲む。息子の学費や納期運の支払い、弟の新築祝いやいとこの入院など、差し迫ったあれこれは腹の底に押し込め、うつむき加減に酒をすすぐ。手拍子も二辺返しも出てこない。酒をすすぐ。マイクロバスの外は雨、くれかけた街路の朝春とにしきりと雨。車窓を流れる公民館や役場庁舎、辺りを威圧する体育館や原子力センター。原発が来てからなんとこの町は変わったことか。山を掘り崩し、田んぼを埋め、松林を切り払って我が物顔に立ち並ぶ原発のメリット。それにしても俺のうちはこの10年間荒壁を新建材で塞ぎ、廊下にサッシの塔を入れただけ。変わり映えのしない庭先に売れるあてもないさつきの盆栽だけがやたらと増えた。俺は酒を飲み、腹の底に溜まった疲れのよどみにじんと染み通る暑さを流し込む。バカでかい靴と防護服に身を包み、地下の穴裏に追い込まれる毎日の鬱陶しさを飲む。俺の全身に放射能が充満し、肉や骨を腐らせていく予感を飲む。俺は俺の一生を妻や子供たちの将来まで一緒くたに丸め込んで、苦みなしに飲み下ろす。それから俺はマイクロバスの座席に痛む背中を押し付け、かろうじて土佐唾がから連れ戻された羊のように眠りこける。そんなことで、今日はこういう機会を与えてもらって本当にありがとうございました。私たちが今置かれている中で一番、なんて言いますか、心に持っているのはやっぱり一日も早くふるさとに帰りたい。しかし危険でも何でもどうでもいいから帰りたいではありません。これとにかく例えばここにトラックが突っ込んできて交通事故で心にめちゃめちゃにして、そしてそのトラックどかしたら、あとはめちゃめちゃでこうなったまま、それ以上直せませんからあんたたち帰ってくださいと言われて帰りますか。それと同じなんですね。放射能を村いっぱいに撒き散らして人が住めないようにして、そしてなおかつろくな除染もしない。つまり除染というのは有効な手段であるかどうかというところからもって問題にしなきゃいけないんですが、いずれにしてもそういう状況の中で子孫を迫られるという状態では私たちは帰るというふうにならない。だから私たちが求めるのはあくまで現状回復、元に戻せということです。ですからその元に戻すという気持ちを持ち続け、戦い続けていかなければならないというふうに思っています。ここで活動していただいている皆さんと場所は違いますが、同じ方向で同じ立場で戦ってと今改めて思います。じゃあ最後に一つだけ、そんな私たちの気持ちを訴える詩を読んで終わりにしたいというふうに思います。東京、帰りたいでも帰れない、まだ帰れないふるさとの大地に音もなく降り積むものは人目には決して見えない理想だろう。集団では避難先に運ばれた人々も襲いかかった魔物の正体を
まだ誰も突き止めてはいない。 3.1215 爆発で飛散した放射能が双葉地方の町や村に居座り、微細の塵や灰を撒き散らし、草木や鳥や獣に蓄積されるので、罪もない住民は根こそぎ追い払われ、人気のない途絶えた家々が廃墟となって立ち並ぶのだ。戻りたい、でも戻れない、まだ戻れない。ふるさとの大気に拡散し浮遊するものは色も形も匂いもない物質だから、一時帰宅の目に映る山や川は阿武隈の空の下にいつもと同じ顔で広がっている。理不尽に降りかかる放射能が双葉地方の住民から奪い去ったものは、生まれ育ったふるさと、我が家と我が土地だから、いとも無造作に放逐された人々は異教の空の下であてもなくさすらい続けるのだ。だからこそ帰りたい、帰れないふるさとへ、帰れなくても帰りたい。目に見えぬ汚れに侵された土地でも、我が家と田畑がそこにある限り帰りたい。いつか必ず帰ると決意するしかないのだ。ありがとうございました。小島さんの思いがいっぱい入った詩の朗読会でした。ありがとうございます。なんか岩沿いで休憩にしたいと思います。なんか胸にねいっぱい詰まってるので、まあ何も言わずに休憩にいたします。後で皆さんいろいろご質問とか、これから聞きたいこととかお話ししてください。じゃあ、どうもありがとうございました。葛尾村で村会議員をしていたキャリアウーマンです、お話がとっても上手と聞いております。そういう噂を聞いたり、はい、今日はお会いするのは今日が2回目です。で、前は神田香織さんのいつもの時にね、はい、はい、お会いしてます、その時の小島さんの詩は、小島さんもいらしてたんですけど、木田節子さんがやりました。多分ご存知の方ね、いらっしゃると思いますけど、いや、やっぱりご本人の読む詩はやっぱり味があってよかったなと思いました。はい、それをたっぷり聞けたので今日はとても満足です。はい、では早速小島康子さんのお話をこれからしますね。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。多分初めての方は少しだと思うけどね、神田香織さんの時に出会ったそうですね。すみませんね、本当に金曜日の皆さんですよね。千日も過ぎて本当にご苦労様でした。この勢いがずっと続いて、ズーズー弁でごめんなさいね、私ズーズー弁そのままで喋りますから。本当に世の中が危険なものがなくなって平和な世の中になることを最初にお祈りします。それで私この小島つとむのところに嫁いできて、そして間もなく子供が小さい頃、また1年生くらいだったかな、娘が
原発の、双葉地方に建設っていうその話が起き上がったんですよね。それでもう勝呂村って本当に山の中の本当山深い山 90% っていう山村なんですけど、その山の中に原発反対を唱えるなんていうものはほとんどなくて、うちのお父さんくらいだったんですよね。それが30キロも40キロもある富岡建設立地地帯に毎日毎日反対同盟の人たちと一緒に通って、こうして反対またできないうちね、出来上がっちゃってからはもう安全安全運転安全運転でずっとやってきましたけどね。それが先ほどお話ししたように時々火災を起こしたり知り合いだとかって危険なことがいっぱいあったんですけども、安全神話に騙されて、そしてとうとうこんな状態になってしまったってことね。それで私も嫁いできた頃、40年前の原発建設の頃は放射能とは何度やなく私自身もわからなかったですね。そしてだけどお父さんたちが一生懸命原発反対建設反対ってやってるので、私も小さい子供育ててる下がりだったんですけども、双葉の福島の海を守れ山を守れ、そして子供たちのふるさとを守れっていう署名運動に村中を歩ったんですよね。私ら悪者だったですよ、その頃はね。まあ仕方ないと思うんですけど、原発とは大企業が仕事を持ってきてくれるんだと、これなのに反対とは何事だと。だけど署名運動を私が歩けばお友達だのいろいろいっぱいいたからしてはもらってたんですけど、放射能なんていうのはどんなものだかも私自身も分からなかったですね。こうして今原発みんな避難して友達に行き合って話してみれば、私も言ってたことが本当実現したなってみんな言ってはいいけどもね。だけども目に見えないから放射能がちょっと分かんない、どんなものか。特に山の中のおばあちゃんたちおじいちゃんたちは目に見えないことは本でも読まなければわからないからね。それで私が一番この人と一緒にいて何だって全く毎日まあ出て歩いて、うちのことは自分私に任せっきりね、子供の学校のことだってうちの年寄りが二人いたんですよね、おばあちゃんと。年寄りのことも任せっきりで、こうやって毎日出て歩いて、も仕事終わったその頃はバイクね、バイクで揺れてるんですよ、20キロも30キロも反対同盟の人だと言ってもね、全くとんでもねえ親父さんと一緒になっちゃった。私今思うで原発に始まって原発に終わったっていうような感じですよね。まあそしてある週刊誌の勘弁毎日だったかなんだか、その評論家の一面にね、原発が始まってからだらばいろいろ限るってね、危険だったとかもうどうだったかって。だけど原発も始まんない前に原発の危険を嗅ぐ詩人っていうのは、これはちょっと珍しいという評価をしてくれた評論家がいるんですよね。私の苦労ももう本当にそういう評論家の話を聞けば本当はもうまあ
うちのお父さんはやっぱどこかちょっとつもがったのかなぁと思ったりしてまあそんな風に考えて今までなんとかかんとか二人に暮らしてきました。今はあの村城の狭い一室で顔を見合わせてる毎日いるとねなんちことないお父さんなんですねそれであの私の子供が3人いたんですけどみんなあの東京に出てきて いたんですよね。それであの孫が今8人います東京に。その私が一番この天罰になって悔しくて悔しくてもうどうしようもないっていうのは子供のふるさとがなくなっちゃったことと孫がとってもばあばのうちが大好きで休みたびにみんなで行ってたんですよね。常磐線に孫たちだけで乗ってドロ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 どうしてばあばのうちに泊まるのが楽しみでそれがピタッとできなくなっちゃった。その悔しさですね。孫たちの本当の宝物だったですよ。あの山の中の村でもね。そしてその子供たちもまあ定年になったらあのばあばの畑を継いで暮らそうっていう計画を立ててロングハウスを建てんだなって今杉の木がこんな太くなってるんですよね。その杉の木さえ今は使われなくなっちゃったし買って持ってる人もいないしもうほんととんでもないハスミカにイノシシが猿がでも住むかそれだけの村になっちゃったってことですね。それで今私今頃はあの3歳の鳥時なんですよね。春の雪時から始まって木の塔から始まってねただの目から始まって今はわらびだとかゼンマイだとか本当にあの仕事しながら一生懸命一生懸命こんなにとってつけておいてねそうして冬まで食べるっていうのが子供が来た時にごちそうあの作って食べるっていうのが楽しみで山菜採り今下がりなんですよね。その山菜採りすらもう何もちょこっと行ってみたってこんなに鍵が鳴ってだってあのスモモが鳴ってだってもう食べられないし栗が鳴ってだってね本当にあのこれが一番あの私たちのまあ悔しいところですよね。まあ貧しい生活で本当にあの、こんな都会のような華やかなものはなかったけれども友達付き合いもいいしね近所付き合いもいいし本当にそういうものがいっぺんにバラ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 お友達との付き合いもバラ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 もう私ら最後の青春だと思ってお友達と付き合ってたのがね今はもうはたまに1年に 2,3 回会うのが杉の山ですね。本当にそういう最後の今がまあみんなで離れて暮らすっていうのは本当にこんなもうどこに行くかというとやっぱし国と東電ですよね。そうして追い張りしてるって私は思うんだけども本当にもうあの安倍の顔なんて見て私もうねえいやもう本当あの棒でも届けんならばはたいてやりたいそれ本当あの安倍の顔が嫌ですね。もう本当あの私たちのこんなあの状態をあの人本当に考えてるのかなと思うくらいオリンピックとかでないですよ私らの考えのは。福島をちゃんと片付けてくれてみんなの生活をきちんとしてくれてこれからオリンピックやりたいところってどこの国だってあるんだからね後回しにするっていうのが本当のあの国を思う、国民を思う、国民のためだって何回か喋ってるけどもね全然あの人思ってないね、国民のことなんて本当に、そう思いますよ。本当にあの悔しいことを語り始まったらキリも限りもありませんので5分ですね。じゃああの
このくらいでもう5分過ぎだでしょ。次喋りだと10分にも20分にもなっちゃいますので、じゃあこのくらいにしてね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。私はお話なんていうよりおしゃべりなの。坂口さんが長藤さん作詞も作曲もやってらして、その歌を作ったこれからの歌ってて、でどうぞどんどん言い足りないとことか おしゃべりしていただいて結構ですので、はい、ご紹介いただきました。坂口美香と申します。美香は、美しいに火と書いて、普通は火とか香りとか加えるなんでしょうけど、美しい火なもんですから、なぜかすぐに学校の先生に覚えられて、美しい火を歩まねばいらないいけないというなんかプレッシャーで、なんか詩人のこうなんて言うんでしょうか、こだわりを持つ父を持つとこんな変な名前っていう感じで、まあそんな、歌はやりにして、まだ先ほどの父親の話が余韻がまだ少し残っているうちに、30年あいいですよ、絵柄的にはごめんなさい、30年前の、その聞き取り調査で、父親が詩を作ったその詩編が、先ほどのその詩集の中に10編ほど載っています。これから歌う歌はその詩集にはないので、実はこれは音楽祭、私たち日音響という音楽祭の中で構成詩の中で使われた歌で、父の詩にしては大変珍しい叙情的な詩です。ですけどもそれは女性の立場から実際にあった生の声、生の心思いを歌にしたものです。紫露草の歌。原発がとても怖くて、とても思い出せない。でもそれを口に出すのはなおさら怖い気がする。電線が双葉の空を西に南に切り裂く。幼い日いつも見上げた青空が恋しい。そんな私が心惹かれる紫露草の花、放射能に触れると花の色が変わるという。原発に勤めて2年、いつか体を壊した。人の胸を蝕み命を奪う死の灰。恋人や父が死んでも恨み事さえ言えない。ただ花をただひたすらに育て続けるだけです。いつかあなたが一株くれた紫露草の花、放射能に触れると花の色が変わるという。何人の人が死んだら原発は止まるの。人生も今日も流れる人の命の血の色。電
人の命の血の色。30年前から 3.11 原発事故爆発するまで、東京に向かって電線の中には人の血の色が流れていたんだと、そんなことをまあ想像するには至らないほど私たちは安全信念にかぶせて暮らしてきたんじゃないかというふうに思います。まあ、そういう父も詩集の最初の方に、最初の一編だったかな、もうそういったことをすっかり遠ざかって悠々自適な年金暮らしをしていた中での今回の事故だったということで、私は 3.11 の次の日ですね、白い煙がテレビの中に、原発、第一原発から見えたその時にも、こういった運動の中で育ってきたので、あ、これはダメだと、もう呼び寄せなきゃと思ってすぐ電話をして、当時の菅総理よりも早く避難勧告を二人に命じたわけです。でもさ、とにかくいつ帰れるか分かんないって思いで準備して元新東京に来ていくっていうふうに提案をしたんですけど、まあそれで父親母親他の方よりは放射能浴びなかったかもしれないんですけど、今から考えればというか直後から考えてますけど、せめて私ぐらいに早く避難勧告を全双葉地方あるいは福島県の方々に出していただければ本当に無駄な放射能を浴びずに、済んだ、本当にそのこれからですからね、その結果が健康被害が出てくるのはまだ今はそこが大きな声で言えないですけれども、これから何年か後にどんどん出てきた時になってそんなこと言い出しても遅いですけど、本当にそういうふうに思いました。で、父の話の中でいろいろありましたけれども、私はそういう父を持ちながら、そういう母を持ちながら育ったので、放射能はダメだと、原発はダメだという思いはすごくあったんですけれども、30年前にああいうことを言っていた人っていうのはどのぐらいいたんだろうか。いたとしてもどんどん安全安心話に侵されて言わなくなっていく中で、こういった反原発運動は細々となってしまっていたのかもしれないんですが、時の双葉地方の反原発運動がまま今のように全国民的な運動にもし発展していたならば、この事故は起きなかったんじゃないかというふうに思うとですね、私は今風化するって言われてますけど、風化させることは絶対にさせないということを双葉地方の反原発運動に学ばなくちゃいけないんじゃないかと思ってるんです。そのためにも私は刺繍を出してほしいっていうか、出しましょうって父親と共に刺繍を去年の5月に出したんですけれども、私は将来元来親孝行する人間ではありませんので、どっちかっていうと冷めた割と冷たい人間なので、ですが、親孝行というつもりではなく、本当にたまたま私の父親がそういう人だった、でもやっててきたことは本当に正しかったし、今こそそれを一つのその反省と、もう一つこれからの運動につなげていくために、今のような父親の話と、それから刺繍ですね、本当にもっともっとたくさんの人に読んでほしいし、聞いてほしいなと思います。低レベルな原子力、双葉地方の福島原子力発電所の低レベルな運営あり方、企業の体質のあり方がまんま何も改善されないままでいて、まんまこの事故を起こしてしまったんですから、この反省を私たちは本当にしていかなければいけないんだし、それは世界に訴えていかなければいけないというふうにすごく思っています。そんな思いはすごくあるんですけれども、詩集に載っている歌を一曲歌いたいと思います。先ほど最後に父親が歌った望郷、それを、父親が避難してきてから曲にした歌です。いつの日か戻れるか、放射能を中心、我がふるさと戻
踊れるか、果たしていつの日か戻れるか、放射能を血にしみる我がふるさと、町を離れ村を追われて真夜中の道に車を連ねて、避難先探し求める、数万の人がただあてどもなく、戻れるか、ふるさとに帰りたい、地に満ちた我がふるさと、帰りたい必ずふるさとに帰りたい、放射の血にしみる我がふるさと、ふるさとに必ずふるさとに帰りたい、放射能を血にしみる我がふるさと、見る人が誰もなくとも山は咲き盛り、小鳥はさえず荒れ果てた灰の村でも、田畑や墓地がそこにある限り、帰りたいでも帰れない、ふるさとに帰りたい、よみがえれふるさと、取り戻せふるさと、ふるさとは俺たちの大地だから、よみがえれふるさと、取り戻せふるさとは俺たちが、いつか必ずよみがえれ、よみがえれ、よみがえれふるさと。ということで、私も帰るふるさとを失ったということで、本当に自分も被災者の一人というふうに思っていますので、この運動はもう本当に、先ほど母親がスピーチというかおしゃべりの中で口を滑らしましたが、原発運動に始まって原発運動に終わったみたいなこと、まだ終わってませんよね。はい。いや、終わっちゃうかもしれないんですけど、そんなに長くは続かない、続けていけないかもしれませんが、命ある限りは、終わらないで続け、二人にも続けていきたい、やっていただきたいと思いますし、私も続けていきたいなというふうに、行きたいなじゃ続けていくというか、私の生きてる間には絶対止めさせる、やめさせる、なくすというふうに思っています。そんな思いで、実は私は東京に出てきてから、父親の帰れの子は帰るっていうふうに言われるの嫌だ嫌だって思ってたのに、気がついたらなんか音楽運動やっちゃってて、いつの間にか父親の後を継いじゃってるみたいな状態になってて、そうしたらこんな事故になって、そしてなんか父親が東京に避難してきた、そしたら音楽運動一緒にやるようになっちゃったみたいな、なんかまさかここで父親と一緒に活動するようなことが来る日が来るとは思って望んでもいなかったんですけど、そんなことになってしまって、今日音教というところで活動しています。今
伴奏をしていただいてますのは、先ほども紹介ありましたが、チュンミアから来ていただいてますが、日本音楽協議会の事務局長松本さんです、はい。でということで、ここからちょっと日音橋の、紹介というのですか、ここまっすぐ登っていた、ここ、グミ坂といいますが、グミ坂の、半原発のシュパレヒコールがされているその間ぐらいのところで、日音橋いつも、半原発を歌で歌っていこう、示していこうということで、毎週金曜日歌っています。そして、どんどん、ああ、シュパレヒコールもいいけど、時には歌もいいね、ということで、なんか、だんだん立ち止まる人が増えて、どんどん、歌好きな人とか好きじゃない人なんかも、ちょっと、疲れたからという立ち寄って一緒に歌ってくれるみたいな感じで、どんどん、人がこう、増えている状態です。そんな中で、ここのテントがなくなるという。絶対あのテントなくしちゃいけないよね、なくしたくないよねっていう人がテントの詩を書いてきました。その詩に私たちの仲間が曲をつけたテントの歌というのがあります。ちょっとせっかく一千日ですので、記念に歌ってみたいと思います。ごめんなさい、歌集ありますので、よければ歌える方一緒に歌ってください。東京のど真ん中の霞ヶ関に原発を止めようとテントが立っている。飛ばされそうなテントだけど決して負けないぞ。核のない世界テント固めるその日まで。被災者に思いを寄せて、いろんな人たちがテントにやってくる。放射能から命守れ、子供たちを守れ。核のない世界テント畳めさ、その日には放射能から命守れ、子供たちを守れ。天空のない世界テント畳めさ、その日には放射能から命守れ、子供たちを守れ。核のない世界テント畳むさ、その日には。ありがとうございました。それでは最後、日音橋、グミ坂で一番歌っています定番の歌、風車の歌。ここあない、あそこに風車が、はい、ありますが、はい、風車の歌です。空、そして福島の空。海から吹く風、大地を吹く風、風車を回してゆく。リズムを通ってススキが踊る、松林が歌う。回れ風車よ回れ、みんなの青い空で。双葉の空、相馬の空、いわきの空、そして福島の空。南の風は花を咲かせ、北の風には刈り取り、そして明けして心に舞い出た。ここにも風が吹く。回れ風車よ回れ、みんなの青い空で。双葉
白子はそして芝の空嵐が来ればますます強く風車は回り続けるお前から学ぼう打ち砕かれても強く生きることを回れ回れ風車よ回れみんなの青い空で双葉の空の空そして福島の空ブルドーザーのキャタピラーやプロペラの石油が回るでも私たちの汽車回すのはいつまでも月の風皆さんもご一緒に回れ回れ汽車よ回れみんなの空そして福島の空ほら私たちの風車回すのはいつまでも突き抜かせ、はい、脱原発テント私たちのいつまでもいつまでも原発が止まる日まで私たちの風車でありますようにこれからも一緒に共に頑張っていきましょうありがとうございましたちょっとこの今日は楽しい一日でしたねはい、あの坂口美香さんとそれから松本さんでしたこの間ですね、ドイツここのテントには結構外国からの方もというか外国に住んでる日本人の方と外国人の方とあの結構いらっしゃるんですよそれで今日皆さんの資料にもあの英語のパンフレットを入れといたと思うんですけどあのテントについて英語で説明したパンフレットもあの作って外国人の方にはお渡ししてますで、5月だったかベルリンに住んでる日本人の方がこの風車を持ってきてくださったんですねそれであの 3.11 にベルリンで大きなデモをしてその時に風車デモっていうことであのこの風車を作ってでみんなで持って回ったあのデモしたって言うんですねそれであのなぜ風車にしたかっていうと脱原発なんていうことを言うだけじゃなくてやっぱり再生可能エネルギーをもっと広めていこうっていう思いも含めてこの風車を作ったそうですそれであのその風車はちょっとテントのところに置いておいたんですあの刺しておいたんですけどなくなっちゃったのでそれがなくなっちゃったっていうことをその持ってきてくださった方に言ったらばでまだ余ってるのがいっぱいあるあの型紙が余ってるから送りますっていうのであのこの間送ってきてくださったので今日使うのにちょうどいいなと思ってあの作りました昨日3人で作りましたでもしよろしければあのお持ち帰りになってくださいはい、ということです、はい、ありがとうございます、はい、20はある、ダメそのままあのこれからもあの、はい、風車ねあの記念にいただいていってくださいあのこれからもあのテントにもうねもうこんなにもう慣れちゃいましたから来たらテントに寄って声かけて元気とかね来てくださいそれから坂口さんのね、さっき入ったちょうど真ん中辺でいつも歌ってますのであの皆さんもあのなんて言った時に声かけてくださいこうやってあのいろんなあのことやってますで金曜の5時過ぎからあのコミュニケーションツールとしてねブースを出してますあの2つを出してます8時頃からはあのお茶のなんていうかさ皆さんにねあのデモから帰ってきた人があの喉が渇いたりしますお茶を出したりしてますのであの寄ってみてください、はい、今日はあの本当にあの小島さんのご一家がねこんなにあの揃ってやっていただけるってことはいやーこの
テントしかないんじゃないかっていうふうに思ったようです。本当に今日は楽しい、日でした。それで取っといてくださいますので、欲しい方というか後で見たいなっていう方はアンケートのところに差し支えなかったら書いといてくださった方にはできましたよっていう連絡ができますので、よろしければそうしてください。今日は受付名簿を取りませんでしたので、はい、よかったらそうしてください。ということで最後に何か一言言いたい方いらっしゃいますか。今日も日曜日できるんですか、この雨で。やりますやると思います。やんだ太鼻さん、カメヤさん、今日はね、カメヤさん、はい、はじめまして、私、カメヤさん、カメヤさん、カメヤさん、でも、みんなとお尻持ってるようになっちゃうから、マイク渡してもらって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 、大丈夫だよ。ごめんね、みんなお尻向けちゃうかもしれないけど、はじめまして、私双葉町第一東京第一原発から 1.2km に住んでて、日の向きのまま逃げてきて、今港区の刈上住宅にお世話になってるんですよ。はい、それで一番みんなに言いたいのは、国と東電で何の情報も流してくれなかったよね。逃げてくるときね、私たち地獄の思いして逃げてきたんです。何も持たないで逃げてきたから、だからとりあえず情報が欲しかったですよね。で東京来て1ヶ月ね、でテレビで見たんですけども、私たちは放射能強い方強い方に逃げたんですよ。情報がなかったから、それが一番悔しい。で今現在みんなところにお世話になって、ここに来てテント広場がなかったら、私自分は立ち直ることできなかったです。誰も右も左も友達も誰もいないし、でただたまたまテント広場に知り合って、皆さんに励まされて、本当に地獄でしたね。皆さんに言われた、来た時は顔色もなかった、笑い感もなかったって言われたけど、本当に辛かったです。だって3月の28日に今の時に入ったけど、お箸も一つもない、茶碗もない、洋服も何もないんですよ、入れたけど。ただ一番唯一で嬉しかったのはお風呂が入れたんですよ。私がマンションだから、それだけだったんですよ。それで夫がお弁当返したローソンに行ったけど、なかなか帰ってこないと思ったら、段ボール拾ってきて、新聞引いて、毛布かぶって、暖房着なかったから、二人で泣きながら、頑張りました。そして管理人さんが、福島から来てる人がいますよってみんなに報告してくれて、一番嬉しかったの、隣の奥さんが、一番初めにお箸とお皿とお茶碗持ってきたとき、手を合わせて、ありがとうございます。もう泣くしかなかったです。それからみんなからいろんなのいただいて、どうもこんな生活が来たけど、はっきり言って、国と東電は何もしてくれませんからね、皆さんね。今現在でもそうでしょ。今も東電だって地下水流してるんでしょ、海に。だから汚染なんかしなくてもいいと思うんですよ。山から流れてくるね、地下水がな、もう海に流してるから、もう東電はもう責任はないと思うんです。あと1号機、2号機、手つけてないんですよね。2号機はね、大人が30本入ったら死ぬ、即死するような放射能まだ漏れてるんですよ。だからどうしようもないんですよね。それは国をみんな隠してるんですよ。こんな汚い国、私たちのことは何とも思ってないし、で安倍総理が言ってますよね。帰宅解除、帰宅解除って、とんでもないでしょ。帰れるはずなんかないですよ。そうですよね。入ったって農家できるわけでも何でもないのね、お店もないしね。だから絶対帰れないんですよ。それなりに返しなさい、返そうと思ってるけど、だから私官邸の前で言ったんです。安倍総理、あと国会の先生方、帰宅解除のとこに3ヶ月から1ヶ月には住んでくださいって。住んで、あなたたちがいられたら、私でも安全だと思って帰りますって。それもしないでしょって、言葉だけでしょって。何にもしてくれないでしょって。あと余談なくていいかな、双葉町と大熊町に中間貯蔵庫と国有地できるって言ってますよね。で安倍総理は来年の1月から着工できるって訴え出ますよ、テレビでね。私たちは何の話もないで、さっき言ってこんな悲しいことないと思いませんか。でいわきでは30日ありました。
私が、まあ、トークは8日に話あるんですよ。この話もう決まってるんですよ、国では。でも私が一番先に言いたいのは、白紙に戻してください。あと、なんで大熊と双葉を選んだんだ、だから理由を言ってくださいということを言うかと思ってるんですよ。そうでしょ、順序が逆だと思うんですよ。私たちの一番先話し合って、それから上に行くんだらいいけど、安倍総理の言葉聞いてがっかりしたんですよ。来年の1月から着工する、これが国のやり方ですよ。私たちはどんな辛い思いしてるか、本当にね、ふるさとなくなるってこと本当に辛いですよね。だから例えば、今でも言いたくないけど、中華情報で何でもできたとしても、お墓の上にトイレできるかもしれないんですよ。先祖のお墓の前の上に、それが許せないんですよ。皆さん分かります、私たちの言葉、これが一番辛いですよ。もう国は自分だけのいいね、でも考えたけど私らに押し付けちゃってるから、私らの意見は何も聞いてくれないですよ。だからどうしようもないんですよね。そしておいしんぼな本問題になりましたよね。あれは事実です。はい、長い事実です。で、私双葉の時間が来てるので、私もね、催眠解決です。そして双葉の役場に電話かけました。で、なんであんな鼻血出てる子は一人もいませんって書いたんですか。私双葉町として一員として恥ずかしいです。で、福島県調査したんですかって、しないって言ったんですね。で、私双葉町だけど、私の子供が鼻血出したらいちいち双葉に電話しませんよって言ったのね。なんで調査もしないでそういうことやってるんですか。現に鼻血出てる子はいっぱいいます。福島のこの前、郡山とかなんか3人会館に来て話したけど、すごいです鼻血。今東京の人にも言われたし、今たまたま出てくる隣のおっちゃんが、ちょっと相談したいんだ、どうしたのって、うちの子供最近鼻血出るんだよねって。で、私ちょっと今3人会館行かなくちゃなんないんで、後で話しようって帰ってきたけど、現にあるんです。だから国ははっきり言って私たちの味方でないですから、自分のことは自分で守らなくちゃならないと私思うんです。だから皆さん、お願いだからもう少し頑張りましょう。あと再稼働は、私が逃げてくる時は地獄でしたから、本当に何にもなくて、だから絶対再稼働を許さないように皆さん一緒に頑張りましょう。私も一生懸命頑張りますから、皆さん手を貸してください、お願いします。あと今100万照明やってるんですよ。100万人の照明あずめやってるんですよ。それは放射能の検査を大人も子どもに日本全国が無料でできるように今頑張ってます。皆さん本当に、私も勉強不足ですけども、本当に皆さんの力がなかったら何もできないです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、まだ雨降ってるんですもんね。はい、降ってるので中で記念撮影。はい、ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。